400年以上続く日本の伝統芸能である歌舞伎。その家系に生まれ、物心つく前から舞台に立っていました。なので歌舞伎の舞台に立つということはごく自然のものだと思っていたんです。ところがその舞台が、演じる場所が、世界の大きな変化によって突如失われてしまいました。これまで歌舞伎役者として生きてきた自分に、今できることは何なのか、その一心でした。歌舞伎の様式をベースに、今の時代に響く表現を加えるということ、それがタイトルにもあるアートとの融合であり、舞台とは違う映像作品としての表現を新しい形で届けるということ。歌舞伎の語源である歌舞伎という言葉に倣い、新しいことに挑戦したいと強く思ったんです。その試行錯誤の中での様々な出会いが僕に気づかせてくれたこと、それは生きるということだったんです。そこで改めて生というものについて深く考え、表現してみようと思いました。今回はもう真っ赤な縁がいいかなっていう、カズラさんのその生っていうのと、私が思うその生っていうのが、まあもしかしたらここに一つの流れとして入ったのかなっていう感じです。ドライフラワーのヘッドピースをつけたところから生花を生けて、最初死んでいるところから生まれるっていうことをお花で表現したいのかなっていうふうに受け取って、でこのような形になりました。映像ならではっていう部分があったので、そこはやっぱ自分の知識も生かして、生で見るよりも映像として入るような素材感っていうのを使ったりしたので、幻想的な絵面になったんじゃないかなと。生命の象徴というか、それで動きが出るもの、それを布に描いて、その後舞った時に本当に綺麗に見えるもの、ビジュアルの部分で提案させていただきました。Thank you.
こんな状況下だから作ったと言われて終わるようなものにはしたくないんです。一人でも多くの人に見てもらいたい。そこから何かを感じてもらいたい。僕はそこに自身の存在価値を求め続けているんです。そう、表現する、演じることでこの時代に自分が生きているという証を立てたいのかもしれないですね。